この動画はディジキーの提供でお送りします。こんにちは。エクストリーム電子工作第1弾ということで、100台同時に充電できる USB 充電ステーションを作ります。今時の充電器らしく USB Type-C で充電します。 USB-A は時代遅れ感があるので。それでは早速作ります。早速作っていきます。まずは回路です。USB Type-C の充電ができる回路を設計・製造しました。拡大するとこんな感じです。結構細かいですね。今見えているこの銀色の部分があります。これはパッドと言います。このパッドの部分に部品を載せていきます。部品を載せる前にパッドにハンダを載せる必要があります。これはステンシルです。ステンシルを拡大するとこのように穴が開いています。この穴の部分にハンダを縫い込んでいきます。ハンダを塗ると言いましたが、学校の授業で使ったような棒のハンダを使うのではありません。クリーム状のハンダを使います。ハンダを塗る基板を固定します。ここの固定が甘いと後でハンダを塗るときに非常に苦労します。まあ失敗するんですね。固定が終わったらステンシルを基板の上に載せます。ステンシルに開いている穴とパッドの位置合わせをします。この位置合わせがずれているとハンダをうまく塗ることができません。本来ならこういった基板の製造とかはあまり自分ではやりません。全部機械がやってくれるんですね。ハンダを塗ったり、部品を置いたり、そういうのは全て機械がやってくれます。完全に位置合わせができました。赤い基板は見えていません。ソルダーペーストを塗ります。塗るのに必要なのは何か適当なクレジットカードとかそういうのがあるといいですね。カードをヘラのように使ってステンシルの穴にソルダーペーストを塗っていきます。塗るというよりかは押し込んでいくといった表現の方がいいですね。ソルダーペーストの品質があまり良くないのか、塗るのに結構力が必要でした。手がすぐ疲れます。見てわかる通り塗るのに結構苦労してます。だいたい1枚の基板にソルダーペーストを塗るのに1分くらいかかります。しかもこんな大きなサイズの基板に自分でソルダーペーストなんて塗ったことありません。相当苦労してます。通常だったらソルダーペーストを塗る作業は機械がやります。機械にやらせるとだいたい1秒もかからないで終わります。もちろんこの作業の後に部品を一つ一つ手で乗せていくわけですけども、そういうのを通常は人がやりません。もう少し小さな試作基板でしたら人がやることもありますが、結構めんどくさいです。こんな感じでソルダーペーストを塗り終わりました。結構綺麗に塗れてますね。1枚目を塗り終わりましたが、実は残り9枚あります。これも全て塗っていきます。全ての基板に塗り終わりました。これから基板に部品を乗せていきます。この作業が軽く地獄です。部品を乗せる作業というのは本当に大変でしたね。基板を作ってもらうときに部品を全部乗せてもらうこともできたのですが、今回はそれを選びませんでした。正直に言うとすごく後悔しています。ただ部品を手で乗せていった方が動画的には面白いです。充電には USB Type-C を使います。 Type-A だと、ちょっと時代遅れ感があるので Type-C です。やはり作るなら Type-C でしょう。どんどん部品を出していきます。100台充電できるので部品も100台分あります。今出している部品、これはチップ抵抗です。大きさは 1.6mm×0.8mm、非常に小さいです。これも手で一つ一つ丁寧に乗せていきます。これは USB 充電用の IC です。USB Type-C で充電するために非常に重要な部品になります。これがないと充電器として動作しません。ここからが一番の山場です。ピンセットを使って部品を一つ一つ乗せていきます。非常に集中力が必要になる作業です。ここから30秒ほど部品を乗せる作業をお楽しみください。全ての部品を基板の上に載せました。90個分の部品です。
部品を乗せて終了ではありません。これからハンダを溶かす必要があります。どうやって溶かすかというと、基板を焼きます。焼くといっても実際に火で焼くのではなくて、ホットプレートを使って焼きます。本当に焼きます。ホットプレートの熱で基板を均一に加熱してハンダを溶かします。お分かりでしょうか。右上の方からハンダがじんわりと溶けています。完成しました。仕上がりはこんな感じです。結構綺麗にできたんじゃないでしょうか。基板の右上に乗っている緑色の部品、これは充電基板に電源を供給するための端子です。これだけはハンダ付けしました。残りの基板に電解コンデンサーと USB のやつ乗っけたんですけど、軽く地獄ですね、これは。あとここに乗っける部品が山ほどあります。基板の上に部品を一つ一つ手で丁寧に置いていくわけですけど、これは軽く言って地獄でしたね。本当だったら部品を乗せる作業は全部機械がやってくれます。ですけども今回は全部手作業でやってます。基板を10枚作成しました。この基板の上に USB 充電器が10台乗っています。実はこれだけでも使えてしまいます。 5V の電源を接続して、そして USB の線を挿せば、もう充電が始まるという風になってます。次は何をするかというと、作った基板10枚を縦に重ねていきます。基板10枚を積み重ねたものに電源を接続して使っても OK ですが、非常に不格好です。なのでこちらに用意したアルミフレームを使って筐体を作ります。ということで、アルミフレームを実際に組み立てていきます。アルミフレームの端の部分かなり尖っていて指が切れてしまうので、軍手をつけた方がいいです。簡単な、組み立て図みたいのを自分で作って、この通りに組み立てていきます。まずこの上の部分に乗っける取っ手がついている部分を作りますかね。取っ手が2つあるんですけど、これをですね、こういうふうに、持てるようにするところをですね、この部分を作ります。このアルミフレームの角の部分に支える部品を、置いていきます。置くっていうかネジ締めるんですね。これこんな感じでアルミフレームの四隅に配置します。三角形の部品にネジとナットをこういうふうに締めていきます。で締めたらこういうふうに端っこの部分に入れていきますね。こうですね。でこれを四隅の部分に同じように、繰り返しですね。取っ手の部分がここにあるんですけど、取っ手の取り付けの順番は一番最初にやってしまいます。取っ手の部分にネジを取り付けたんですけど、こういうふうにアルミフレームに取り付けるわけです。アルミフレームにナットを先に入れます。反対側も同じようにですね。とりあえず仮止め緩めに締めておきます。やっぱアルミフレームはね、楽ですね。こういうふうなちょっとした試作品みたいのを作るのは、先にこの四隅を止めてから取っ手の部分は入れられないので注意です。先に取っ手を入れてから四隅の部分を止めていきます。四隅を全部仮止め程度に締め終わったら、最後に本締め、しっかりした感じのフレームができますね。フレームの上側と同じようにフレームの下側もですね、こういうふうにできました。柱を四隅に立てて、同じようにネジで留めていきます。その上にこういう風に取っ手のついたやつを持っければ完成です。で先ほどと同じようにこの三角形の部品を使って四隅を固定します。もうここまで来れば簡単です。もしかしたらミスったかもしれないな。これ端の部分に同じようにナットを入れるんですけど、こっち側にナットが入らない、分解しないとダメですね。上側も同じですね。ナットが入らないので一度分解しないといけません。でもそこまで大きなミスではありませんでした。ずらせばナットは簡単に入ってしまうので、組み立て時にやっぱ気をつけないといけませんね。ここを入れるのも結構大変だな。組み立ての手順間違ってる説ありますけど、お、入った。よし、きた。フレームがとりあえず完成しました。なかなかいい感じですね。こんな感じで振り回しても壊れる気配はありません。よし。この中身を入れる箱ができたわけですけど、これからどうしたいかっていうと、そこの部分になんか適当な
鉄板を敷いて、説明が長くなってしまったので省略します。いろいろ説明していますが、充電基板とスイッチング電源をフレームの中に収めます。基板を積み重ねていきますかね。今基板を半分だけ積んでみたんですけど、もうすでにこの段階でかっこいいですね。結構イケてる感じがしてます。基板の色は今回赤色を選びました。多分その赤色を選んだからかっこいいってのもあると思いますね。普通の基板は緑色でやることが多いんですけど、今回は特別に赤色を選んでみました。10台分重ねてみたんですが、結構重量感があってなんかずっしりしてますね。やっぱかっこいいね、こういうの作ってみると。ここにスイッチング電源を2つ乗せます。そしてさらに先ほど組み立てた USB 充電基板を乗せます。とりあえずこんな感じで外装できました。こういう風に挿して使います。当然ですけど、どこに挿しても使えます。作る前は気づかなかったんですけど、作った後に一つ重大な欠陥に気づきました。この充電ステーション10段積み重なってるんですけど、一番上の段が見えますか、ここですね。10段目のところに充電ケーブルを挿そうとしても、アルミフレームが干渉してしまって刺さらないっていう風になってしまいますね。だいたい 90% くらいまで完成しました。この後ろの部分にスイッチング電源と充電基板がありますが、その間を配線でつなぐ必要があります。基板1枚につき最大で 15A 流れます。その電流に耐えられるだけの線を使います。こちらに用意した配線をつないでいきます。もう簡単な作業です。電源と基板側をつなぐ配線はこんな感じで、ものすごい数になってます。配線お化けですね。電源ケーブルをつなぎました。こんな感じです。充電基板と電源をつなぐ前に、電圧が適正値かどうかをしっかりと確認します。適正値が外れていると充電基板が壊れる可能性があるので、 5V 出してればいいんですけど、 5.09V なので OK です。もう一つの電源もしっかりと確認します。こっちは 4.88V なんでちょっと低めですね。電圧を微調整します。だいたい 5.1V に合わせれば OK です。組み上がったので実際に電源を入れます。お願いだ、壊れないでくれ。いいですね。煙も特に出てないですし、ちゃんと裏面にある LED も光ってます。この部分に電源が来ていることを知らせる LED があるんですけど、それを問題なく点灯していますね。さすが。もう一つ付け加えるのを忘れていました。このアクリル板を天板として使います。改めてよく見てみると、やべえわこれ。ケーブルは半分の50本しか挿していないですけど、この時点ですごいことになっています。この部分の電源の配線が割とお気に入りです。早速試しています。ここに USB ケーブルをつなぎました。スマートフォンをつなげば充電が始まるはずです。友達が100人いれば100台同時に充電を試すことができますが、 I have no friends。普通に考えてスマホ100台も持っていませんし、スマホを持っている友達100人同時に集めることなんて非常に難しいです。なのでこの100台同時に充電できる USB 充電ステーションの実力はまだ試していない状態です。ちなみに Apple 製品も充電できます。 USB Type-C からライトニングのケーブルを挿すと充電が始まります。 iPhone 以外にも iPad も充電できます。充電が始まりました。とりあえずエクストリーム電子工作第1弾の100台同時に充電できる USB 充電ステーションは成功です。第2弾があるかは分かりません。
もしこの動画を見ている皆さんが何か奇抜な電子工作のアイデアを持っている場合は、ディジキーバックトゥースクールにアイデアを投稿しましょう。バックトゥースクールは電子部品を販売しているディジキーが主催しているものづくりコンテストです。基本的には設計のアイデアを送ると応募できます。設計のアイデアをもとに試作品を作るとさらに良いです。コンテストには初級者、中級者、上級者の3つのカテゴリーがあります。今回作った100台同時にできる USB 充電器、これは上級者のカテゴリーになります。設計アイデアを送ってそこで終わりではありません。もちろんご褒美もあります。コンテストに入賞すると豪華景品がもらえます。オシロスコープとかです。今回のディジキーが主催しているバックトゥースクールは学生限定で参加できます。応募期間は2021年の11月11日までです。応募については詳しくは概要欄に書いてあります。もし何か奇抜な電子工作のアイデアがある場合はぜひ応募してみてください。それでは動画のご視聴ありがとうございました。